はい、というわけでなんとか家具が出来上がりまして、今から見せたいと思います。早速ですけどね。で、まあ椅子とかまだちょっと作業はこれからまだやらないといけないことがあるので、とりあえず一旦これでこの家具に関してはフィニッシュということで見ていただきます。で、これが引き出しですね。棚ですね。で、金具はこの昭和っぽい金具をつけました。で、これがクッション付きパッドですね。これは、椅子の上にこう足をね、こうやって椅子座りながら乗せたらすごい楽なんですよ。だからこれ作りました。これ取り外してどっかに使えるようにも一番なってます。で、これ一応ここにはアクリル板を貼ってるんですけど、まあ、その向こうに見える竜で、まあ、光を当てるとこれがね宙に浮いてるように見えるんですよっていう感じで。あ、ちなみにこれはもう僕が掘りましたけど、はい、これは僕が掘った竜です。で、この辺のスイッチはまだ配線つないでないんで、まだスタートしてません。そして一本ずつインストールしたこいつら、ここはまあ柱をね立てたらもう見えなくなっちゃうしということで、まあ、これでそれなりの補強がある強度のある柱を使ってみました。
で色分けされた棒で、これがさっちゃんが切り出してくれたキャンピングフィッシングです。これも1本ずつ色塗りました。そしてこいつ、これはね、下を見ても分かる通りぴったり板に沿ってます。で、中はこんな感じですかね。Rなのにピタッと閉まるっていうね、そんな感じです。あとはまあドア周りですかね。ドア周りはこの間やったんですよ。で、これはアーミドカーテン用のレールを切り出してやってます。で、棚の仕切りですね、まあ、これがあることでセンターのねフレームちょっとこう板乗っけて、ここ全部2階建てのベッドになるんで、まあ、そんな感じで若干の差があったらいいかなということで、まあ、結局横のアルミフレームに打ち込むんですけど、まあ、それでもねこいつがあると全然違うんで、あとはこの辺ですかね。これも木っぽくね2段で仕上げたんですね。で、ここも R 付きで革を張ってます。ここはまたスイッチパネルを入れるかどうかを考えている最中ですね。あと、まあ、あとこれは掘り床です。こんな感じで大きい掘り床になりましたよ。そうですね、あとここに椅子を入れるんですけど、まあ椅子のちょっと組み方が難しいんで一旦保留します。ゆくゆくはね、このスライドアウトからここは全部ベッドにしたいなと思ってるんですよ。ここを全部ベッドになるようにしてしたらいいかなとちょっと思ってますね。あとまあ引き出し的なものとかね、いろいろ考えてます。まあ一番濃厚なのは、まあこれがベッドになることかな。だいぶ広いですからね、ここもね、そんな感じで考えてます。はい、ということで、もう実はある程度、ブロック体では作ってあるんですよね。で、ここから、ボディにね、このボディにきっちり沿わして R とかね、つけた、まあ 3D 家具みたいなね、造形家具をしたいなと思ってこんなしてます。プランとしては、まあこのスライドアウトが閉まった時全部こんな感じでなるんですけど、まあこいつがもし板がこうやって出してこういう風に縦に寝れるんやったら、あ、これもまた一つの二段ベッドみたいで面白いなと思ったりして、なんかそういう風に考えてますね。で、今ね型紙を全部貼ってるんですけど、まあちょっと塗装にスライドアウトが入ってしまうんで、まあその間にね家具の造形をしていこうかなと思っています。まあ、イメージはとりあえずこんな感じで、スライドアウトをこのままシューッとこうかわすような感じがいいなと思ってます。それでは1日目作業を入ります。というわけで、まずは棚板のね細かい部分からやっていきます。この形状、
若干色は違いますが、日に焼けたらどんな感じになるのかなと思って一回やってます。これで色がちょっとでも合えば OK。 そして気づいてる人は気づいてると思うんですが、この特殊な部品を作っていきます。こんな部品二度と作ることはないでしょうが、まあ丁寧にここもいきます。R は全てね合わせていくような感じで、やるのが大事なんで。しかもこれ歪みをねなかなか計算してやらないと結局作っても無意味に終わってしまうんでね、ここがめっちゃ慎重にやりました。ボブスレーですよ、これではまるで。これは何をしているかと言いますと、柱のところに革張りするんですが、そのままボードに革を張っても味気ないじゃないですか。だから金金をねこのところに貼って、金金っていうかまあちっちゃい薄い発泡をねここに貼るんですよ。そしたら革張った時にちょっとこうふにゃっとして気持ちがいいって感じです。あと質感と、そう、次は革を張っていくんですけど、このボンドのタッカー使わない革張りが一番しんどいです。僕大嫌いです、これ。